Valentine. お腹空いてきちゃった。コメント？聞いたや聞いた。こっちの携帯で見れる。こっちは写真撮り用ショールーム用なんですよ。だからログインして、覚えれない。ログイン、言っちゃダメだからね。ちょっとこっそりログインしますね。ログインできた。できました。固まってる。コメントしますね。見てます。ランダムです。一発で分かるよ。でもカホのやつ気づいてくれ。気づかないと。だってこれぐらいの距離。あ、でも見える。こんな距離でしてるよ。 めっちゃ聞こえる。2層2層2層です。二窓、二窓？二層です。この、5人7人とかの、まあ、9人とか10人とかのグループだったらまあなりますね。いや65。佐々木を気づかれてないってコメントしてる人。あ、でもあれか。母ちゃんがぶれ。全員どでんなよ。は全員の人に乗れ増えたのか。もういや、大所帯、大所帯みたいな。チームごとにしろですよ。10超えたら、ありません？なんか言ってるよ。カードのランダム性について言ってる。ちょっとあれだわ、カード確定が止まっとった。ランダムについて語ってる。何言ったんだ。単押しの人が、なんだっけ、何の話したっけ、なんだろう。あ、そう、単押しじゃない人が、例えばそのツイッターとかのプロフィールとかにその推しメンの名前をって書いてる人とかが、このその中の推しメンの人に対して、嫉妬っていうんですか、なんか言う、なんか言う、なんていうんだ、嫉妬なのか、あれは。言い表しづらいことを話してますね。男子一人の言葉の精神、そう、あ、そう、なんかああだこうだ言っても別に、はい、なんだっけ、一押しじゃないからなんとか、なんか忘れちゃったの。忘れちゃったって。忘れちゃったよ。あ、そう。そう、なんか心に響いたんだけど。そうそうそう、あ、響いたんだ。響いたって。なんかもうそういう話っす。そう、そういう話。もう一回かかっちゃうからちゃんと聞くわ。
その曲は忘れてた。見てるよ、ゆうとさん。なるほどね。でも言いづらい、言い表しづらいですね、この話は。ちょっとスカオちゃんに聞くね。スカオちゃんに聞きますね。なんだっけな、なんていうの。ちょっとね、ゆずきも何言ってるか分からなくなっちゃった。面白い。ピン。気づくかなコメント。そうそうそう。かおちゃん、かおちゃん今いるかな。ちょっと教えてほしい。な、何をしてくれたっけ。あ、見てます。じゃあ教えて。なんだっけ今日教えてくれたの。今日教えてくれたのは。ちょっとぜひ教えてほしい。今。LINE でも今の。なんだっけ日高が。ああ、なるほどねってあの新幹線で話したやつ。え、言いづらいですね。ちょっと配信してるってことが伝わったらいいな。あ、私も配信してるので。